ペルナンブーコ州、ペルナンブーコ州、エスタドデペーラーボクは、ブラジル北東部の州。北で、パライーバ州及び、セアラー州と、西で、ピアウイ州と、南で、アラゴアス州及び、バイイア州と隣接し、東は、大西洋に面している。大西洋の沖合に、世界遺産である、フェルナンドデノローニャ島がある。州とは、レシュフェ、州の略称はペである。 ポルトガル植民地時代のカピタン領を起源とするブラジルで最も歴史のある地域である州とレシフェ都市圏は人口約350万人を要しブラジルで5位世界でも有数の人口密集地帯となっている世界の都市圏人口の順位を参照ペルナンブーコ州はフェルナンドでのローニャ島を除きブラジリア時間と同じであるフェルナンドでのローニャ島のみブラジルで 唯一時差が1時間早い。アメリカ大陸がヨーロッパ人に発見される以前は、ハワモ、コリリー、ナトゥー、パンチャール、タクサ、ゾコ、ズッカーといった孤立した言語を操るインディオンが居住していた。ブラジルに上陸したポルトガル人が最初に主要貿易品目としたのが、ブラジル東沿岸地域の森林に産するパウブラジル。ブラジル国でレシフェトポルトセグーロ。 E.S. に、インディオーと公益所が設立された。パウ・ブラジルが輸出された時代は1500年頃から1570年頃まで続き、これが、ペルナンブーコ発展の基礎となる。1532年、ポルトガル国王ジョアン3世が、ブラジル国土に15のカピタニアを創設、ドゥアルテコエイがペルナンブーコのカピタンとなる。ペルナンブは、他のカピタニアに先んじて発展し、 ブラジル随一の発展地域となる。1570年頃より、サトウキビの栽培が始まり、ブラジルの主要対外貿易品目となる。サトウキビ農園の約半数は土壌と気候に恵まれたペルナンブーコの沿岸地域に集中していた。サトウキビ農園は、エンジェーニョと呼ばれ、大規模農園領主が、独立的な立場で土地を経営するという体制が取られた。 アフリカから奴隷を輸入、奴隷貿易し支援する一方、ごく少数のヨーロッパ系白人が支配者層として君臨するという封建的制度は、極端な貧富の差となって今なおこの地方に威風を残し、現代この地域が経済発展する上での足かせとなっている。砂糖キビ産業が生む利益は1690年頃の砂糖キビ不況を機に落ち込み、 ブラジルの主要産品が南西部ミナスジェライス州の金、ダイヤモンドへ移行すると同時にペルナンブーコの経済は停滞、凋落することとなる。1581年にオランダ共和国が独立、スペインと同君連合にあったポルトガルとも対立し、オランダの海外領土拡大の矛先がブラジルに向けられ始める。1624年、オランダは、 バイイア州に侵攻するも、1年で撤退した。ついで1630年にレシフェとオリンダに侵攻し、オランダ領ブラジルが成立する。レシフェ、オリンダは、オランダ領ブラジルの首都になり、オランダ西インド会社資本の下、商工都市として発展する。ナスタウイ,イコールジーゲムクヨハンマウリッツの統治したオランダ領ブラジルは、1641年までにマラニオン州まで半島を拡大する。 オランダの侵攻により、各地のエンジェーニョで奴隷として支役されていた黒人が山間部に逃亡し、ベルナンブー湖からバイイア州にかけての山間部には、キロンボと呼ばれる黒人自治による防衛落ちが築かれた。1 6 4四年、ナッサウイコールジー・イゲンハクがオランダに帰還すると、西インド会社に従属を余儀なくされていた住民が反乱を起こし、1654年に、 オランダ人は反乱軍に降伏した。ポルトガル人の力を借りず自力で領土を解放した。ブラジルの住民が、我々はブラジル人であるとアイデンティティを固めた契機となった。1710年、レシフェの商人の勢力が台頭し、農園領主が勢力を持つオリンダからの分離独立を求めて対立し、戦争となる。農園領主が商人を行商人。 マスカッテと無別的に呼んだことから、マスカッテ戦争と呼ばれる。結果、重症主義を取るポルトガル本国政府の後押しを受けた、レシフェの承認側が勝利し、レシフェがオリンダから分離して死に昇格した。ナポレオン戦争とスペイン独立戦争の結果ポルトガルが勢力弱めたことを背景として、1817年に承認層に反感を持つ農園領主層が、 デシフェで革命政府を樹立した。しかし、期待したフランス、イギリスの支援を得られず、2ヶ月余りで降伏した。オランダからの解放戦争以来ペルナンブー湖でくすぶり続けていた中央政府に対する反感が表面化した結果で、あるが、この事件はこの地域の土着主義的傾向を決定づけた。1821年のバンダオリエンタル。 ゲンウルグアイの独立を受けて、1824年に、ペルナンブーコを中心に、パライバ州、リオグランデドノルテ州、セアラー州のノルデス地、北東部諸州が、赤道連盟、コンフェデラソンドエクアドールとして、独立を宣言したが、2ヶ月で降伏した、赤道連盟の反乱。1829年、ペルナンブーコ州内陸部奥地で反乱。1831年、 北東部地方で反乱、カバナージェンの反乱。1848年、レシフェ一帯で、共和主義者の知識人層、プライエーラ、プライア島が反乱、プライエーラの反乱。1870年代から、ジョアキン・ナブーコ、ペルナンブーコ州出身らにより、奴隷制反対運動が起こる。1888年5月13日、温言法、アウレア法が、可決。 黒人奴隷制度の廃止が実現した。ペルナンブーコでは、解放奴隷が沿岸の都市部へ移動、または、リオデジャネイロ市など南の発展地域への人口移動が起こると同時に、車用であったとはいえ未だサトウキビ産業に依存していた、北部諸州の地域の経済的立ち遅れが決定的になった。1877年から1879年、 1888年から1889年、1898年、1900年、1915年と、ペルナンブー港を含む、ノルデス地、北東部一帯で大規模な干ばつが、たびたび発生し、この地域の困窮に拍車をかけるとともに治安がかい盗賊、カンガセ制ロが多発した。中には、ランピオンと呼ばれる遺族も出現し、貧しい農民の側に立って、 大農園領主と戦った一段毛利、民衆の伝説となって今なお語り継がれている。ランピアンの思想は、現代になって土地なき農民の運動、MST にも援用されることとなる。以降、ペルナンブーコは、経済的落ち込みから、歴史の表舞台への影響力を弱めていく。反中央政権的土着思想もあり、中央から、 経済支援を図る有力な政治家もあまり出なかったことも災いしている2003年から2010年まで大統領を務めたるらは同州の出身だが、州域は亜熱帯気候区に属す。州東部の沿岸地域は象ウだまった森林地帯と呼ばれ、降雨も多く農業に適した肥沃な土壌が広がる。州西部の内陸部はセルトンと呼ばれ荒涼とした。 乾燥地帯が広がる。それらの中間域をアグレス地と呼ぶ。像など待った地域では、500年近いサトウキビの連作にも耐えるマサペイと呼ばれる厚い褐色森林土層に覆われており、植民地時代初期から重要な農業地帯として栄えてきた。内陸部のセルトン地域は、沿岸部に沿った山脈に雨雲を遮られ、 年間降水量は場所によっては300ミリメートル未満のところもあり、1877年から1878年の大干ばつでは2年間雨が降らなかった。人家もまばらな香料たる。この地域はブラジルで最も貧しい地域と言われ、古い封建異性の残存、盗賊団、ランピオンは、義族として民衆的人気があるのをこうなど、負の側面を持つ反面、大地に対する、 人々の嘆きは、数々の詩や文学、音楽、葡法として積み上げられ、独自文化の形成を見る。近年サンフランシスコ側の開発により、ペトロリーナ周辺などで、灌漑農業、工業化が可能となった。アグレス地は、ゾーなどマッタとセルトンの繊維症に位置し、豆類、トウモロコシ、綿花、牧畜などが営まれる。北東部の各州では、 アグレス地の中心として産物集産地の性格を持った市場長形成され外交としての州都と固形的な相関関係を持っている。ペルナンブーコでは外交としてレジフェがあり、集産地としてカルアルがある。バイイ州では外交サルバドール、集産地フェイラジ・サンターナ。パラーバ州では外交ジョアン・ペソア、集産地カンピナグランデ。 佐藤木ビと観光業が主な産業である。植民地期以来の初期から繁栄してきた土地であり、各地に古い教会などが多い。また、植民地期以来培われたコロニアル様式と呼ばれる住民家屋も多く残存する。オランダ植民地期に発展した商人の召喚を主とするレシフェの旧市街と、古い教会建築が依存するオリンダの旧市街は、世界遺産に登録されている。 文化遺産。また、大西洋の絶海の孤島として、独特の自然環境を持つフェルナンドでのローニア島も、世界遺産に登録されている、自然遺産。人口の大半が多かれ少なかれ異人士間で、根血していると考えられ、ブラジルチリ島計院、アイブリュのセンサスによる、各種人口統計はあるものの、正確な数値は不明である。 奴隷貿易機器に発展した地域でああることもあり黒人人口の比率が高い。かつて、奴隷のみから解放された、黒人層は、都市部周辺に移住することが多く、レシフェ都市圏から、バイヤ州サルバドール都市圏にかけての、沿岸部一帯は特に黒人人口比率が高い。在地インディオ系人種と入植した、白人人種、再退せずに入植することが多かったというとの、 根欠人種を特に、カボクロと呼び、近代まで、農園支配者層の白人人種と、農園労働者層の黒人人種の間立つ、中間層として、独特の社会的地位を占めていた。日系ブラジル人やアジア系ブラジル人の占める、割合は低く、レシフェ周辺やボニート、カルアルの南東、ペトロリーナなどにわずかに参見される。2006年に、 デング熱が発生したポルトガル植民地時代の頃にある建築様式の建築物が多く残る。方法の発祥の地である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。